それでは定例の会見を始めます。今日は特にこちらの方から、説明する発表するようなものはございませんので、ご質問いただければと思います。はい、ノーベル平和賞の授賞式を行いました。アキアは平沢さんの活動を確認すべきだというふうな立場だと思いますけれども、あした団体がノーベル平和賞を受賞したことについて改めて受け止めをお伺いしますでしょうか。被爆者の声と運動がね、やはりその世界の政治、世界を動かしたというふうに言えると思うんですね。これは本当に核兵器禁止条約の実現に向けた動きとともに、2017年を象徴する本当に素晴らしい、世界の前進の一つだと、国際社会の大きな前進の一歩だというふうに思っています。私ども大変心からICANのノーベル平和賞受賞を喜びたいというふうに思ってますし、被爆者の皆さんと力を合わせて、世界の平和運動と力を合わせて、核兵器禁止条約を一刻も早く実現をし、核のない、核兵器廃絶に向けたね、核のない世界を作っていく、そのために力を尽くしたいと思ってます。その上でやっぱり日本政府の対応がですね、河野外務大臣はこの問題でゴールは共有しているというふうにおっしゃったというんですが、核兵器禁止条約の動きに反対しているわけですね。これに加わってないわけですよ。で、どんどんゴールから離れつつあるのが今の日本の政府ではないかなと。唯一の戦争被爆国でありながら、核兵器禁止条約というね、世界が目指す方向を共有し得ない、ICANのノーベル平和賞受賞を、心から喜ぶことができない人たちがいるということに、本当にこう、驚きと怒りと失望を感じます。日本政府にはやはり、この ICANがね、ノーベル平和賞受賞したっていうのは、まさに、この核兵器禁止条約の流れこそが世界の体制であるし、やはりこの核兵器の問題で言えば、北朝鮮の核開発を放棄させる上でも、やはりその核兵器禁止条約を実現することが大きな力を発揮すると思いますので、ぜひそういう方向に唯一の戦争被爆国としての責任を果たすことを強く求めたいというふうに思います。いかがでしょうか。はい、失礼します。週末からですね、小池さん並びに、新委員長が党を語る集いとして、各地で、いわゆる対人事務的なことを、やられたと思うんですけれども、前回の選挙を経た、三中層の報告等々を踏まえたものだと思いますが、改めてこの狙いとですね、何をこう目指しているのか。やはり共産党の中央委員会総会でも大きなテーマになりましたが、共闘の時代にどうやってその党を強く大きくしていくのかと。で、やはりその、共闘のとしてまともな、やっぱり共闘相手が生まれてきているもとで、相手に対する一定のリスペクトということも払いながら、同時にやっぱりその中で共産党の値打ち、共産党の役割をしっかり、国民に届けてですね、その他の党がダメだから共産党っていうんじゃなくて、やっぱり共産党を応援したいというふうに思っていただく方を、増やすことがすごく大きな、我々のにとっての課題になっていると。その点でやっぱり共産党政策なんかは、街頭なんかでよく、演説で訴えていて非常に共感してもらっても、やっぱり共産党そのもの、党の名前であるとか歴史であるとか理念であるとかにまだ抵抗があって、なかなか共産党というふうに踏み切れないという方が、いらっしゃる。そういう中で、じっくり腰を据えて、やっぱ共産党そのものについて語り、いろんな疑問も出していただいて、気軽に双方向で、どこでもこれをやっていこうということで今取り組んでいるんですが、先週末から取り組んで非常に手応えを感じていて、私は岩手県で2カ所で奥州市、盛岡市でやりましたけれども、かなり若い方も参加をしてですね、質問の中で特徴的だったのは、今回初めて共産党の選挙を手伝ってみたとか、共産党に入れたけれども、こういう点が疑問なんで答えてくださいとかね、友達に共産党に入れてくれって頼んだらいろんなこと言われたんで、ぜひこれはどういうふうに答えたらいいのか教えてほしいとかね、そういう点でいうと、やっぱり今回の選挙を通じてやっぱり初めて共産党に注目をしたり、共産党に投票した人にとって、
っぱりこう選挙の時だけではやっぱり伝わる部分っていうのはごく限定されてくると思いますので、まあ、そういった方にその共産党の選挙の時に語れないようないろんな歴史とか理念とかね、あるいは私たちが目指している未来社会の、まあ、理想の在り方とか、まあ、そういったことを語ることは逆にそういった方にが求めてるんじゃないかなと。やっぱ共産党今回入れてみたけど、そのいろんなことでちょっと共産党っていうふうに投票するのはちょっとためらいがあったりする。そこをやっぱりこう教えてほしい、あるいはその疑問に答えてほしいっていう、まあ、そういう思いがある中で、まあ、かなりそういった方々の思いにもマッチした取り組みになってきているのかなというふうに思います。まあ、千葉のは、まあ、皆さんもなんか行かれた人もいるみたいですけど、まあ、かなり C さんの個人的なあの奥様との馴れ初めとか、なんかいろんなことまで話題になったと聞いてますので、まああのまあ、そういったことが中心テーマではないと思いますが、まあ、本当にあの共産党についてこう、まあ、いわば丸ごと知ってもらうということが我々のこう思いでもあるし、それは期待されている、待たれているのかなと、そんなふうに思っています。まあ、これをぜひあの大いに全国各地であのいろんな規模は問わずに、ね、あのいろんな形でやっていきたいというふうに思っています。はい、いつまでとかどこまでを目指してとか目標みたいなのがある。いや、それはもうこれはずっとやることですけど、まあ、あの今は特にあの、まあ、来年はおそらく全国的な大きな選挙はないだろうと、腰据えて党を強く大きくしようということで7月まで、7月末までね、あの党勢拡大で全力を上げるということになってますので、まあ、それは一つのこう節目にはなりますけど、まあ、この集いそのものはもうずっとこれからもやっていくという課題になってます。はい、簡単です。話がありますけど、あの横綱が今日書類送検されました。はい、そのまあ、国技としてその日本の幅広い世代であの支持されているスポーツだと思いますけれども、やっぱりそういうスポーツの中でそういうことが起きてしまったということと、それからそういったものをその管理する立場として、まあ、行政府にはですね、どういったことを求めたいということがあればお聞かせいただけますか。うん、まあ、これはやっぱりあの過剰な政治介入は避けるべきだと思っております。やっぱり、相撲協会の事情能力が問われているというふうに思ってますので、まあ、ぜひあの相撲界の中できちっと解決をしてほしいなというふうに思ってます。あのみんながねやっぱり相撲大好きですし、やっぱり相撲の世界の中でね、まあ、の暴力であるとかね、まあ、そういったことが起こっているとすれば、それは本当に国民の夢を壊すことになると思いますし、まあ、きちっと解決をする、そのためにやっぱり相撲協会の中での努力、自浄作用を果たしていただくということを心から期待したいというふうに思います。はい、文化部長の山本です。はい、今年を象徴する漢字発表されるのは、明日なんですか。明日、京都で清水寺が発表される予定なんですけれども、ちょっと一日早いですが、今年を象徴する漢字一文字表すとしたらどんな漢字を思い浮かぶでしょうか。まあ、偽り、偽、フェイク、偽という字ですね。まあ、やっぱ偽りの答弁、偽りの行政、偽りの外交、まあ、本当に国会のね、あの安倍首相の答弁なんていうのは本当に事実をそらす答弁がずっと続いていたんではないかなというふうにも思いますし、まあ、あの官僚のさまざまな森友問題、加計問題でのね、あの言ったこと、価格は提示しておりませんというふうに言ったに対して、こう実際にテープ出てきたら、あれは金額であって価格ではない、もうまさに偽りの答弁じゃないですか。やっぱりそういったことが続いた1年だったなというふうに思いますので、まあ、トランプだってフェイクと言われているわけで、世界中にやっぱりこういう偽り、フェイクということがね、広がった1年なのかなと。来年こそは真実の政治を実現すると、そういう年にしていきたいなというふうに思います。はい、はい、柴田さん、小野寺防衛省ですね、地上型の迎撃システムの一切省ですか、はい、来年度予算に、追加計上するということを発表しました。それに対する共産党のご見解をお願いします。これは大問題だというふうに思います。でこれそもそもイージス・アショアの導入については6月頃までは
首相官邸も費用対効果が低いというふうに消極的だったというふうに報道されているわけですね。その北朝鮮は移動式の発射台を多数持ってますし、同時多数攻撃が可能なので、これはアショア、イージス・アショアがあっても100発100中で迎撃するのは技術的に不可能だという発言も政府関係者がされていた。それが8月の2プラス2でこの防衛能力強化させるという合意をして、それ以降その次期中期防にもこれがその反映することが確認されると、小野寺防衛大臣がね、このイージス・アショアを前倒しで導入するということを言い出して、今回予算に追加計上するということになった。国民に知らせることも国会で議論することもまともにやらないまま、こういう巨額の武器購入が、ね、進んでいくというのは、これは極めて大問題だというふうに思います。やっぱりこういうことをやれば、そのさらに軍拡を煽り、大軍拡の悪循環に、ね、なっていく。事実その敵基地攻撃能力のために巡航ミサイルというような話も、出てきているわけで、どん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 エスカレートしていくことに、なってしまうと思いますし、これはひいてはやっぱりこれだけその軍事予算、防衛予算が膨らんでいけば、国民向けの、社会保障予算なんかに大きな幸せが来ることになるだろうと、国民生活にとっても重大な問題だというふうに思います。これは年明けの通常国会で予算審議の中で非常に大きなテーマの一つになっていくことは間違いないのではないかなというふうに思っています。際限のない軍拡はやめろということを私どもとしては正面から提起をしていきたいというふうに思います。よろしいですか。